健康保険証を2年後に廃止し、マイナンバーカードと一体化する政府の方針をめぐり、岸田総理大臣は取得を義務付けるものではないとして、手元にカードがない人も保険診療を受けられる制度を整備する考えを重ねて示しました。続きを読む衆議院厚生労働委員会では、健康保険証とマイナンバーカードを一体化する政府方針をめぐって議論が行われ、国民民主党はマイナンバーカード取得の事実上の義務付けになるのではないかという声が上がっているが、岸田総理大臣の考えはどうかと質問しました。これに対し、岸田総理大臣は健康保険証との一体化は様々なメリットがあり、そのメリットを国民に早く届けるために、令和6年秋の健康保険証の廃止を目指していると述べました。その上で、マイナンバーカードは国民の申請に基づき交付されるもので、この点を変更する予定はなく義務付けるものではない。紛失などの事情により、手元にカードがない方も保険診療が受けられるよう制度を用意する必要があり、関係府省による検討会で環境整備を行っていくと述べました。